お久しぶりです。100円です。久々にマインクラフトの世界に戻ってきました。まあこれやらないんですかっていう話がね、覚えていません。これが俺の家です。まだね、地下に冒険に行かなきゃいけないのに蓄えが溜まってないんで、それをですね、で行かないといけないんです。食べ物がない。ダメだな、俺やっぱ苦手だな、マインクラフト。でれれてん、食べたい、食べたいんだ。肉を出せ。出さないんだよね。食べるか。でもパンもさ、全然なんかお腹いっぱいになんない。はい、オッケー。自動で作るやつ作りたいな。臭いもんな、毎回こんなやんなきゃいけない。人間は額に汗をしてパンを食べろと。全然覚えてない。どうやってやんだっけ。これか、あったパン。ああ、3個しかないね。あれ？食べんだっけ？これパンでしょ？あ、焼かなきゃいけないんだっけ？焼くの？違う。パンは焼かない。食べて食べて。なんでパンで削るんだよ。違う。あ、食べられた。L2 全部食べろ。あ、やっと満腹になった。よかった。じゃあ掘り行くか。なんかエレベーターも作れるって誰か言ってたんですよね。あ、犬がここにいたんか。松はいっぱいあるからね。これを削っていかない。なんかね、下にその金とかダイヤモンドとかあるんじゃないのっていう話を聞いてたんで。わあ、何これ。レッド。おお。取る。取った方がいい。やった！あ、ちょっと待って、これが危ないって言ってたやつ、マグマ。ちょっと待って待てよ、待てよ。これすごい危ないって聞いてんだけど、大丈夫か？これは、落ちたら即死でしょ？マグマ。どうしようどうしよう。とりあえず、あー、ちょっと待って、あー！あー、ちょっと待って、あー、ダメじゃん。ちょっと待って、来ないで。レッドストーン取りたいな。硬っ。めちゃくちゃ硬い。え、ここまで来たらどうしたらいいの。もう、お、あ、来れた。だよね。クワじゃダメだよな。ツルハシ。おお、犬危ないぞ。作り行くか。これ全部
これなんかスムーズに行く方法ないのかな。そいこれはめんどくさいな。よし、あー危ない、変なやつ来るぞ。これで棒が足りないのか。棒は作れますよ。棒が多いから地にちょっといらないもの入れとこう。羽とかもいらないもん。これとかいらないし。血とかいるか？もうめっちゃあんじゃん、土いらない。丸石も砂も別にいらない。61個あれか、マックス64までしか持てないの。こんだけあればいいかな。よし、掘るぜ。これね、下まで貫通したはいいけど、こっちもうるさいな、これ。なんとか、ひどい。まさか死ぬと思わなかった。犬くん、ごめん。最近ほんと犬でろくな目に遭ってないからな、ゲームで。殺されまくってる犬。ウォーキングデッドもそうだし。犬好きなんであんなことしちゃいけないんですけどね、本当は。痛いなこいつ。全然採取できないもん。これ溶岩出てくんのかな。あれ？溶岩どこか。下にあんのかな、もしかして。よし。硬い。硬いな。上からどんどん落ちてきちゃってんのか。やべえ、めっちゃ暗くなってきてる。よし、なんででも俺ここを削ってんだよ。別に理由はないんだよ。なんかあんのかなって思って削ってるだけなんですけど。あー来た、あー来た、雨、あーちょっと、え、なんか嫌な声が聞こえたんだけど。これさ、どうしたらいいの。どうせまたマグマ来んでしょ、ここも。あ、来ない、来ないな。あ、来ない。ってことを言って、よしよし。あ、なにこれ。あ、ダイヤモンドのつらしを見て壊れる。うわ、ダイヤモンドを見つけたいんだけど。これを延々と採取してればダイヤモンドは出てくるんですかね。あ、あ、ラピスラズリ鉱石。お、新しいもん。下にどんどんあった。つけとくか。どうせ石のツルハシは無限にあるんだよ。無限にはないけど、
4つぐらいあるんだよ。ああ、めんどくさい。壊れた。ここをずっと掘っていくと、マグマに、お、青いのが。これがわかんないけど、何の役に立つのか。マインクラフトマニアからすると、いいですよみたいな感じかな。ダイヤモンドってもっと下かな。でもなんかもっと掘れそうな気がするんだよな、下に。ああ来た。ああダメだな。やっぱこれよりもっと下に掘っていく必要があるってことだね。こっから掘っていくか。あーあーあーあああ、うわー最悪。やっぱりダメだったんだ。やっぱダメなんじゃねえか。アイテムがね、なんか落ちてるって聞いてんすよね、下に。すぐ戻ればあるよって聞いてるんで、ちょっと頑張って取りに行きましょうかね。のかな。え、ないのか。うわー全部なくなった。こらまだ落ちた。食べた。もうマジかよ。きつ。うわー、そういうことか。とりあえず今日ここまでにしますわ。また気が向いたらやります。100円のマイクラ冒険。次なんか作ろう。ということで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。